そうです、もう二十歳っていうか、あと7ヶ月後で20歳です。クマ、見えない20歳に。好きですか20歳。20歳までにやっておきたいこと、20歳までにやっておきたいことか。20歳までにやっておきたいことは、なんだろうな。ズボンの取れたボタンをはめることと、あとはね、20歳までにやっておきたいことなんだろう。なんだと思いますか？喋ってないですね。なんだろう。20歳までにやっておきたいこと、握手会の完売と、そうだな、公演に50回出る。昇格は分かんないけど、2020年の目標は昇格ですね。ゆうなさんはお姉ちゃんですか？はい、エゴさんはお姉ちゃんです。エゴさんとご飯に行くかもしれないです。なので楽しみに生きていきたいと思います。20歳になってやってみたいことは、なんだろう、大人のメンバーとお酒を飲むことなんですけど、なんかこの前カウントダウン公演の時に、なんか先輩となんか20歳の話をして楽しかった。昇格祈願してきました。ありがとう。叶えられるように頑張りましょう。ひろくん、くまさん、ありがとうございます。猫いるます。なんかないと。なんかないと面白い話。なんで喋らんと。ママ、女子は喋っていいんだよ。女子は喋っていいんだよ。恥ずかしいと。長崎行ってみたいだって。方言かわいい、ほんと出ちゃう。お父さんも大丈夫？そうなの？男子も喋っていいんですか？ふふ。願いさんのパパ喋ってるんだって。
みんなさん、ネガイさんの話どうなんだ。それは面白くないあんまり。面白くないあんまり。なんかそっちの部屋で見らんでくれん。聞こえとるっちゃけど、ね、うん、あれしてよ、あのあれ DMM、 うん、 DMM 出しといて。面白くないって言われる。ほらね、家族の方言トークを聞いてみたいって言われたとに全然喋らんけんさ、ん、何もさ、できん。こんばんは。なんかさ、今日さ、あのさ、行ったやんか、遊びに、うん、その時さ、なんかさ、自分引くぐらいさ、バリバリ方言出てさ、友達と、うん、出るよ。なんであっちにおる時は出らんちゃろうなと思った。周りの人が長崎弁喋らんけんじゃないか。じゃあ変って思われたとかな、周りの人に。なんかもうありえんぐらい、もうなんかここは異国の地かなってぐらい、なんかもう方言しか出てこんで、自分の口からびっくりした。うん、なんとかしとるっちゃん。もぐ、かわいかったね今。うん、声がかすれとった。もぐおいでって。映る、映る、おいでって書いて。彼の膝の上にさ来てほしい。おいで、ブブブブブブ。よこ。コメコント。コメ？これ。おいブブ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 来た。ほらほらほら。来た。あ、来た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 。いい子だね。お尻が映っちゃうね。お尻はちょっとやめとこうね。公共の電波やけ。公共の電波でちょっとお尻は見せたくないよね。僕もさすがに。あ、かわいいな。あ、ぼやね。ちょっともうちょっと上に行くの。あ、ダメ。あ、降りる。痛いよ、足が。私さっき足が寒いけど、こっち来て。ハクもおるけんね。知っとるよ。楓の枕で寝とらす。うん、リュックの上でも寝られた。財布に財布にゲイしたもんね。コウメがね、楓の財布にゲイした。ね、ゲイしたもんね。でもすぐ拭いたけん綺麗かったよね。ギリギリセーフやったよね。1ミリかするかかすらんかぐらい。そう、ね、ちょっと避けた。よかった。しかもまだ形の残っとるやつやったけよかそのさっきの子の名前はですね、モグですね。ああ、ママいい声だって。でもちょっとなんか猫かぶっとるっちゃうの、それね。いつもと声違ってバレとるっちゃうけどね。かなりかぶってます。恐ろしいか、この人。おばさんや。あ、握手会でも方言はい聞けます、来てください。ママはなんか嘘の声ですね、あれはですね。はいはい、いつもの声で喋ってみて。じゃあ今日さ、何食べたか発表して。今日は、あー、それ嘘の声じゃん。今日は回るお寿司を食べました。回るっていうのは縦にですか、横にですか。あ、縦にですか。それいる。108円じゃなくて110円でした、お寿司が。増税したの。そして
弟はなんか150円のお皿をいっぱい取っていて悪いと思いました。私は110円のお皿しか取っていないんですけど、弟が150円と300円の皿を取ったので悪いと思いました。おかげさまで高くつきましたね。でもおばあちゃんがね、イートインは110円です。イートアウトだとアウトイート？え、じゃあさ、じゃあさ、うん、お持ち帰りやったらさ、うん、消費税 8% でいいってこと？そう、お持ち帰りにして外で食べればいいさ。寒い中で回らんやったらさ、紙皿にさ乗っけてから自分たちでさ吹っ飛ばしてから回せばよかった。面白くない。え？吹っ飛ばしてって。この前ですね、私は名古屋で一人でハンバーガー屋さんの米のやつを食べたって言ったたい？うんうん。その時も、うん、イートウン、イートウン、イートインって言ってしまって高くなっちゃいまして。そうね、難しいですな。なんでイートインだと110円なの、110% なのにお持ち帰りだと108円なんですか？持ち帰った方が入れ物のいる券が高くなりそうやん。そうだよね。さらば洗うさ、人件費ってこと？人件費じゃないよね。マックじゃないです。私ね、パンじゃなくてご飯が好きなんですよ。みんな何が好きか聞いてみれば。何が好きと？何が好きか教えてください。お。僕は何も考えん、ショールームなんかしたことない。わわわ。考えて。うん。考えるな、感じろ。持ち帰りは食材に近い扱いで消費税が安いんだって。食材っていうことになるんだって。あー、そっかそっか。偉い人が決めたからだって。あ、それが一番わかりやすいね。確かに。え、絶対さ、パパそっちの部屋で見よらん。パパ、パパ見よらすよ。あ、え、なんかやだ、声が遅れて聞こえてくるっちゃけど、なんで見よっと。パパ見よるならさ、なんか星葉投げればよかったね。パパ星葉投げてってよ。もう投げたって。じゃあタワーは、パパタワーは投げてってよ。めっちゃ笑いやさ。パパそばさ見る暇あったら早くさお風呂入ってくれんかな。だって楓が入れんくない？苦情が言わん。あ、手渡しだって、手渡しだって。パパ手渡しだって。パパ、いや、それがなんか見るのが面白いと思っちゃっちゃけど。お父さんに厳しいですよ。お父さんに厳しいっていうか、だって今日だってなんか